Road to Osaka 2.12 The New Beginning 四大タイトルマッチ IWGP ジュニアタッグチャンピオンズや 1.4 東京ドームのオープニングマッチで白熱の攻防を見せた名勝負が大阪に上陸。ベルト奪還に成功したプリンス・デイビッド田口隆介のアポロ55に対し、デイビー・リチャーズロッキー・ロメロの NRC が執念のリベンジマッチに挑む。 Go, go, go. IWGP インターコンチネンタルチャンピオンズ戦、3連敗中だった杉浦隆にその屈辱を晴らした後藤弘樹。次なる狙いはインターコンチネンタル王者田中将人。昨年11月の再戦となるこの試合、後藤は宿敵田中にリベンジを成し遂げ、2012年天下取りへの足がかりにすることができるのか。 IWGP ダークチャンピオンズ戦、最強王者組からその座を奪ったのは天山広義、小島聡の天小児。みんなこのまま黙って引き下がれないバッドインテンションズはすぐさまリマッチを要求。 We want a fucking rematch! Return match Kojima and Tenzan vs. Bad Intentions. 東京ドームを揺るがしたタッグ頂上決戦、その行方はいかに。 IWGP Heavyweight Champions Tag 1.4 東京ドームで IWGP の歴史を塗り替えた100年に一人の逸材棚橋弘。その勝利の余韻に浸る間もなくリング上へ現れたのが凱旋帰国したばかりの岡田和親。これからは逸材に代わってメインメーカーが新日本プロレス引っ張っていきます。お疲れ様でした。挑戦したいんだよな。力で上がってこい。時代変えられるの怖いのか逃げんのか。潰せるもんだ。潰せるからやるんだな。じゃあおいレインメーカーだよ。過去の逸材決定だ。おい行くわ。保護者同伴の挑戦者みたいな。王者棚橋は2011年 MVP の名にかけて IWGP 連続防衛記録保持者として絶対に負けることが許されない怒りの逸材王者 VS レインメーカー。新日本プロレス2012年の新たなる戦いが大阪で始まる。